道の区家の人々妻がアトルードエーセルパッシングハム1910年頃、ツヒ博吉は日本の家族、外交官、教育者。爵位は白尺。中ベルギー特命全権講師、鎌倉女学院校長。ムネミ光の長男であり、次男、古川淳吉、長女、ツキ清子の兄にあたる。妻は、道陸奥磯。ジャーナリスト、映画監督。 プロデューサーの道のクやんンう之助は長男。大阪の奇襲班判定にて、奇襲班師、むつむねみつと、元芸妓の妻、ハスコの長男として生まれる。奇襲班師の指定は弾力を養うために形状に、連れて行かれ、幼い頃から、残首や、他の処刑の現場を見るなどの教育を受けた。晩年のインタビュー、父、むつむねみつを語るでは、広吉は、 父親の外交官としての手腕を表して、イエスよりも多く、ノーと言った、と答えている。中津藩の屋敷の中に塾舎があった、慶応義塾に、奇襲藩がその費用を負担して、奇襲藩出身者の寄宿のための奇襲塾が設置されると、藩士の岡本龍之介や三宅米吉、鎌田栄吉らと上京して、慶応義塾に入塾。明治38年12月に、 慶応義塾特選塾院となる。明治20年にイギリスに留学し、ケンブリッジ大学に入学。しかし、卒業はしていない。6月11日の名誉学院の式典を卒業成績から見れていない。ついで、ロンドン法学院を卒業して、法廷弁護士の称号を受けて、明治27年に帰国。その間、広吉は、 父から送られた渡米資金を受け取りに長明治22年の夏、父が講師をしていたアメリカで夏休みを過ごすことになり、星ルを知る。渡英中にイギリス人女性のガートルード・エセルパッシングハムと交際し、明治38年に結婚。明治28年に外務省に入省し、通訳官となる。明治30年に父宗光が死去し、伯爵の爵位を就職。 明治31年サンフランシスコ領事として、米国に赴任するが、病にかかる。中英大使、小村寿太郎時代の在イギリス日本大使館一等書記官を経て、明治40年中英臨時代理大使となる。他、北京、ローマ、マルセイユなどに赴任。明治43年に開催された日英博覧会に事務官として開催に尽力。 日英博覧会の世話役という大役を果たした、広吉は明治43年、日本に帰国。大正3年、特命全権行使に進み、ベルギー駐在となったが、病気のため、間もなく退官。当時、道の区家の邸宅は、東京府高輪にあったが、療養の地として、大正元年に、鎌倉に転居。以後は、祖父の伊達千尋の教育などに関する社会普及や、 弟の関係する古賀財閥や古川や古賀工業の支援、史跡保存、風景美化などに尽力した。また大きな援助のもと、鎌倉女学校を設立した。社会事業家として、社団法人、鎌倉同人会や雨巡会を発足させるなど文人として活動した。エセルと結婚の約束をした後、京都や広島、神戸、東京などにも遊郭に行っている。 結婚して、息子道のクイアン洋之助に友情にももう、届けさせている。ありがとうございます。